車上生活を始めて旅30日目、4月11日火曜日、現在高知県にある松葉川林間キャンプ場というところで朝を迎えております。昨日のね、あまりのニラともやしと使ってね、お昼ご飯にしたいと思います。あとね、卵と。お塩少々。そして、味の素。オールスパイス。さあ、出来上がり。本日のお昼ご飯はね、昨日の残りのニラともやしと、そして卵ですね。さあ、ご飯の出来はどうでしょうか。バッチリですね。卵にニラを乗せていただきます。さあ、ちょっとね、お散歩がてらこの向こうがね、どうなってるのか気になるんでね、見に行ってみたいと思います。悠々の里、森ヶ内風景林、国有林、四万十の水辺88箇所って書いてますね。松葉川山吊り橋って書いてますね。先ほどね、軽トラでおじさんが一人来てね、これ渡って歩いて行ってましたけども、向こうどうなってるんでしょうかね。うわ、結構怖いですね。向こうに行くと桜広場、左に行くと温泉って書いてますね。ホテルの方ですね。ホテル松葉川温泉の方にまで続いているようですね。で、森ヶ内桜公園、ちょっとこっち行ってみましょうか。公園の方ね、あ、なかなかすごい景色ですよこれ。しまった、クマスプレー持ってきてないけど大丈夫でしょうかね。これなかなかの山道ですよこれ。こんなところでクマと出くわしたら大変ですねちょっと探検してみたいと思います。道もね、今明るい時間帯だからいいですけどもね、これ夜になったらもう途端に怖くなりますからね。これ本当ね、山の中って昼と夜でね、天と地ほどの差があるんですよね。真っ暗闇の中ここを歩くだけでもね、あ、ベンチなんかありますね。こんなところにベンチがね、作られてるようですよ。これは一体何の目的で作られたんでしょうか。ここから何か眺めれるんでしょうか。この木が何か立派な木なんでしょうかね。ついついね、こんな風に歩いてると、あの宮崎駿監督のね、映画なんか思い出したりして、歌なんか歌いたくなっちゃいますけどもね。歩こう歩こう、私は元気なんてね。あ、何やら木でできたあれはテントのね、床のような、そんな雰囲気ですけども、何でしょうかこれ。あ、ベンチのような感じですね。キャンプ場ではたまにね、こういう高床式のね、テントサイトありますけども、そういうわけではなさそうですね。謎のベンチがまたありますね。謎ですねこのベンチ本当にね。ここから下もなんか降りていけそうな雰囲気ですけどもね、さすがにこっちはちょっとやめておきましょうか。この辺り結構なね、道幅で車
車でもね通れそうな雰囲気ですけれども、何でしょうかねこの道は。鳥の鳴き声がねしてますよ。あーすごい、なかなかちゃんとした道に なってきましたね。そして何やら橋が出てきましたよ。あ、これはあれですね、僕はここのキャンプ場に来るときに通ったあの木材のあの場所ですね。なるほど、そういえばあの時ね来るときに公園って書いてましたね。そうですね、森ヶ内公園。うわ、なんだなんだ、動物か、これネットがあるから大丈夫か。おい、なんだよなんだ、なんかいました、なんかいました。あ、ウサギ、ウサギかなんかでしたね。小さい動物ですね。びっくりした。何かねウサギのようなね小動物がねぴょんぴょんぴょんと、猿のかウサギか何か茶色いね動物が来ました。びっくりしましたね、怖いですね。なるほど、こんな感じでこちら側の公園とつながってたっていうことなんですね。5分ぐらいしか歩いてませんけどもね、あの橋渡ってから。ここはね四国高知県ということでね、こんな山奥一人でもねクマスプレー車の中に置いてきちゃいましたけども、普通に歩けますけどもね。ここがもし北海道とかだったらねさすがにね怖くてこんなところね一人で歩けませんけどもね。いくら昼間とはいえどもね、どでかいヒグマがね現れたらもうそこでジエンドですからね、怖いですね。いやーしかしねこの森の中、誰もいないね山の中をね一人でこう歩いて、緑いっぱい、そして川のね水の音、マイナスイオンたっぷりですね。すごくね心が洗われるようですね。気持ちいい、いいお散歩になりますね。僕はね普段大阪にいるときはねお散歩に行ったりジョギングしたりねするんですけども、こういう緑の中をねお散歩するのもいいですね。もともと昔はね走ることって嫌いだったんですよ。中学生の頃ね中学高校とサッカー部にいまして、そのグラウンドをねぐるぐる走るっていうそのジョギングの時間がねすごく嫌でね、試合とかね楽しくてサッカー自体は好きだったんですけどもね、あの無駄に走るだけっていうのはすごく嫌いだったんですけどもね、今となってはねあの当時嫌いだった走るっていうことをね自ら率先してね毎日行うぐらいまでねなってましたからね、まあ、普段運動不足っていうのもあるんでね、人間年を重ねるとねいろいろ変わっていくもんですね。考え方なんかもそうですけどね。今先ほどねあそこを散歩しててふと思ったんですけども、本州なんかにはねツキノワグマで、北海道にのみヒグマが生息するっていう話なんですけども、ツキノワグマのね生息地域についてそこまでね詳しい方っていうのも少ないと思うんですけども、ちょっとね気になったんで調べてみたんですよね。このような感じでね四国クマ生息でね調べてみるとね、ツキノワグマはね現在ね剣山系のね鳥獣保護区を中心とした徳島県と高知県にまたがる地域に限定して生息しているそうですね。しかもねその数がね16から24個体という研究報告もありって書いてますね。数がねかなり少ないようですね。このようにねネットで調べても四国のツキノワグマ3年間の調査結果、剣山系付近にのみ16から24頭生息っていうね、世界で最も小さい島に生息するツキノワグマを守り続けるためにっていう、まあ、四国のことですね、世界で最も小さい島に生息するツキノワグマ、剣山系ということですね。で剣山っていうのがですね、この辺りですね、剣山っていうのがこちらね徳島県と高知県の境目あたりになるんでしょうかね。ここが剣山になるんですけれども、前回ね僕が行ったねここ祖谷のかずら橋、このねすぐ近くのかずら橋キャンプ村って僕前回行きましたけどもね、この辺りちょっと剣山からね西の方角になりますけれどもね、ひょっとしたらこの辺りも出る可能性がありますよね。距離的にはねこの剣山からね近いんでね。なるほど、この徳島と高知のねこの剣山の辺りだけ、しかも数が少ないようですね、16から24頭ということでね。それを聞いてちょっと安心はしましたけども、 100% 安心はしきれないという感じはしますね。このような感じにね名前がついてます。桜って書いて数字が打たれてますけどね、漢字とかね熊にね個体に名前がついてますね、庄司とかね。こんな感じで無人カメラを設置してね、クマがねこうやって調査されてるようですね。やはり四国にもねツキノワグマいるんですね。
まあ、ここにいるんだからここにいないと 100% いないとは言い切れませんからね。クマも移動距離結構長いこと移動するときは移動しますからね。怖いですね。これね、今ハスさんマップっていう僕がね作ったキャンプ場のね検索サイトなんですけどもね、今ね現在地がここですね。松葉川林間キャンプ場っていうね、昨日ねこっちの三石キャンプ場っていうところにも行ったんですけども、今現在ここで、ここのね茎の森林風景林っていうところもねキャンプ場みたいなんですよね。でその近くにもね上六キャンプ場っていうとこと、この三ツ俣キャンプ場っていうのがねインターネット上に載ってたんで登録してあるんですけどもね、ちょっと情報が少ないんですよね。この現在の松葉川林間キャンプ場から50分ぐらいで行けるとこなんですけども、ちょっとね連絡先があるんで役所の方にね電話して問い合わせてみたいと思います。観光所から、はい、あの上六キャンプ場っていうのは今やってるんでしょうか。なんかインターネットでキャンプ場っていう風に載ってたんですけど。あ、はい、少々お待ちください。はい、あのこちらのキャンプ場ですね、一応現在この運営をしているか、運営の方がですね、はい、ちょっとああそうですか。もうそのすぐ近くになんか三ツ俣キャンプ場っていうネットに書いてたんですけど、そこも同じですかね、やっぱり。そうですね、そちらについてもですね、おそらくあの同様な形になりますので。やはりねインターネットの口コミにもね書いてたんですけども、現在ちょっとわからない状況のようですね。キャンプ場市の方にね今電話したんですけども、あの役所の方でもね不明っていう形のようですね。なんかトイレとかあるらしいんですけどもね、どうなってるんでしょうか。ネットの書き込みにもねそのように書いてて、キャンプ場として管理はねもう役場の方ではされてないようですね。以前のね書き込みではね、キャンプ場として利用されている方もねいたみたいなんで、ひょっとしたらねトイレとかもあって、まあ掃除されてないけどそのトイレの残骸があったりなんかしてキャンプができる状況なのかもしれないですけども、役場の方でもねちょっともう状況が把握できてないみたいなんでね、今回はねこちらのね茎の森山風景林、これなんて読むんでしょうかね、こちらのねキャンプ場の方にねちょっと見に行ってみたいと思います。現在地がね四国高知県のねこの位置なんですけども、ここからね南西の方角、この A 地点、ここをちょっとね下見して四万十川キャンプ場の方ね、四万十市の方に向かいたいと思います。四万十川キャンプ場はね去年行ったんですけども、こっちのね茎の森山風景林というところがね行ったことがないのでね、ちょっと無料のキャンプ場ということでね下調べしに行きたいと思います。さあ行きますか。こちら松葉川林間キャンプ場でしたね。なかなかね静かな感じで、ここすごく僕は気に入りましたね。結局ね2泊連泊しましたね。ちょっとまだ雨がパラパラ降ってるんでしょうかね、完全には止んでないようですね。このちょっと霧雨の森の中っていうのもねなかなか雰囲気がありますね。ふわっとちょっとうっすら白っぽくね霧がかったような緑の灰の中ね、いや本当ねこのキャンプ場のね緑と川のせせらぎですごく癒されましたね。いや最高のひとときをね過ごせましたよ。あのポータブル電源が今あればね編集作業あそこでずっとね静かにやりたかったんですけどもね、パソコンが使えないのがちょっと痛かったですけどもね、あと電波がね1本から0本になったりね行ったり来たりで、まあ一応 YouTube とか見れたんですけどもね、なかなかちょっと電波はね
取りづらかったんで、全くゼロではなかったんでね、良かったですけどもね。ここのキャンプ場はまた来たいですね。あ、やはり雨がまだちょっと降ってますね。結構降ってきちゃいましたね、雨が。これバイク旅だったらね、出発早々こんなに雨が降ってきたらもう気分もどんよりだったんですけどもね、車だったら本当雨の日は快適ですね。あのバイク旅はね、本当天候によってね、天国と地獄になるんでね、晴れた日は本当最高なんですけどもね、僕雨降った時のバイクっていうのがね本当に嫌でね。でもね、あの天気が晴れた時のねバイクが本当に最高だからね、やめられないんですけどもね。いや、雨の日は車に限りますよ、本当。これだけ雨が降っててもね、一滴1ミリたりとも濡れませんからね、当たり前ですけれども、快適ですね。そしてこの緑の中、ここ全然交通量、車もね、対向車は来ないんでね、のんびりとね、森林浴っていう感じでこの森の中走っております。アスファルトじゃなくてもう完全なオフロードの道になっちゃいましたね。これ大型バイクだと結構厳しいですね、雨降ってこの荒れた路面、まあ、この程度だったらなんとかね登っていけますけども、舗装されていない道にね入ってまいりました。こういう山道をね、日本一周でずっとまあ旅してキャンプ場行くとね、どうしてもこういう山道通るんですけども、このねやっぱりね、たまにね崩れてるところがあるんですよね。だからあんまりこっちのね谷川の方をね走らない方がいいんですよね。まさかこんなところがっていうところがね、べっこりね道路がもう陥没というかね、崩れ落ちちゃってるような場面もね何度か目撃したことがあるんでね、バイクでキャンプ場回ってね旅される方なんかはね、例えば反対側から来る場合なんかでも、もう対向車がいなければね、なるべく真ん中ら辺を通るとかね、そういう感じにした方がいいですね。あ、結構なかなか大型バイクだと厳しい感じの道をねしちゃいましたよ、これ。なかなかな悪路になってきましたよ、これ。ちょっとバイクで来てたら、うわマジかよっていう状況で、うお大丈夫かこれ。バイクで来てたら結構ね辛いですよ、これ。この雨のねぐちょぐちょの道の中、車でもあんまりねスピードは出したくないですね。すごい道を通ってきちゃいましたね、私。これはこれで楽しいっちゃ楽しいですけども、ジムニーなんかで来たらね楽しいでしょうね、これね。いや、それにしてもね、やはり今日ね僕が泊まってた松葉川林間キャンプ場からね、こっちのね久喜の森山風景林っていうキャンプ場の方に向かう際はね、お気をつけくださいというか、向かわない方がいいですね。これバイクはやめておいた方がいいですね。これ大丈夫か、なんだこれは。バイクでは行かない方がいいですね、これは。車でもね雨が降ってたらドロドロになっちゃいますよ。この悪路まだあと43分って書いてますからね、大変です。おっとっとっと、海外なんかをね旅すると、僕ねよく海外のねオフロードバイクで旅してる人の動画見たりするんですけども、やはり日本はねアスファルトのね、山の中でもアスファルトの舗装された路面っていうの多いんですけども、あまりこういうね本当のオフロードっていう道はそんなに多く通らなかったんですけどね、過去今まで日本一周キャンプ場転々としててもね、ほんとたまーにっていう感じですけどもね、今回はそのたまーにに当たっちゃいましたね、これ。さあ、目的のキャンプ場到着まであと8分というところなんですけども、この間ね山道入ってきました。路面はねアスファルトなんですけども、道幅は若干狭いですね。大きい車すれ違うのはちょっと厳しそうなんで、どうでしょうかね。まあどこかにこうかわせる場所はあると思うんですけどもね。そしてキャンプ場手前4分というところで、このようなね住宅街に抜けてきましたね。もうあと 1.9 キロです。この辺り結構民家がね立ち並んでおります。片側1車線の広い道路になりましたね。これ僕ね北から南の方にね下っていってこのルートなんで、ひょっとするとね南からね北に上がっていくルートだったら、ずっとねこういう大きい道路走れるかもしれませんね。どっちから来るかによって、あのね険しい山道を通るか通らないか分かれそうですね。あれ、右方向です。右方向どこだ、これか。あ、
書いてますね。これだ、風景林、木の森山風景林。ここからね、ちょっとあと1分220メートルですけど、目的地は右側です。綺麗な川が右手に流れてますけれども、もうあと200メートルぐらいということですけどもね。ということは南から来るとひょっとしたらアクセスはなかなか良好かもしれませんね。なので大きいキャンピングカーなんかでね、こちらのキャンプ場来られる方は南側からね北に上がっていく、そっちのルートをね選択できればした方がいいですね。目的地は右側です。右側もう到着となってますね。ちょっと看板、看板がありますね。さあ到着しましたけども、電波がね楽天モバイル0本四国高知県のねこの辺りなんですけども、ちょっと電波がね0本になっちゃってますね。電波つながりません、楽天モバイル。さあこちらがね茎の森山風景林周辺のねマップってなってるんですけども、どうなんでしょうかね、これキャンプ場っていう記載が見当たりませんね。現在地この6番のところなんですけども、キャンプ場って書いてませんね、どこにも。あれ書いてませんね。しかし Google マップではねキャンプ場っていう風に記載されてたんですけどもね。ちょっと歩いて見に行ってみましょうか。カエルがゲコゲコ鳴いてますね。この辺りからとあっちの方からねカエルの鳴き声がします。やはり雨降りということでね、雨上がりとかでも、ね、よく道路にカエルがねぴょんぴょんぴょんとね横断する場面よく見かけますけども。さあ傘をさしてね長靴を装備してちょっと降りていってみたいと思います。 Google マップによるとね、こちらがあれですね、トイレがありますね。そしてこちら何か火を使った網なんかもありますね。そちらね、あれあのバーベキューの網があります。やはりこれキャンプ場で間違いないんじゃないですかね。目の前ね綺麗な川が流れてますね。ここがキャンプ場だとするとこの辺りにもテント張れそう、微妙にちょっとね傾斜がありますね。地の方まで、この辺りはねちょっと傾斜があってゴツゴツしてるんでテント張るのはちょっと厳しいですけども、この川の際の辺りとかどうでしょうかね。小さいテントだったらこの辺りでも張れないことはないかな。しかしあの救命の浮き輪なんかありますけど、やはりこのあまりねそこ平らになってますけども、ここにテント張っちゃうと今日のような雨降りの日とかね水が増水した時なんかちょっと怖いですね。この辺りソロ用のテントだと張れますけどもね。しかし水が非常に綺麗ですね。すごく水は綺麗ですけども魚らしきものは見当たりませんね。しかしこのね霧雨のようなね霧がかったこちら水辺がねふわっと白くなってますけども、おそらく今非常にねマイナスイオンがねたっぷり出てるそんな状況ですね。この雨の中のね森の中というのもなかなかいいですね。さあ向こうのねおそらくあれトイレか何か建物がありましたね。ちょっと見に行ってみましょうか。あれがおそらくトイレだと思うんですけどもね、こちら大きな木のね切り株がありますね。なるほど、この辺り砂利下はね砂利になってますけども、この辺りにねテント張るとなかなか高さもあってね川の増水も心配なく景色もね最高で、この辺りいいんじゃないでしょうかねテント張るとしたら。あと奥のスペースあの辺りにもねテント張れそうな感じですね。あれが先ほどのねバーベキューの網なんかが捨ててあったところですけども、炭が捨ててありますね。こんな感じで明らかにね火を使った形跡がありますね。トイレですねあれおそらく。やはりさあ非常にねこの雨の降る中若干ひんやりとした空気が流れております。しかしちょっとテントを張るスペースとしては狭いでしょうかね。こちらトイレのマークは書いてませんね。自動で電気がつきましたね。トイレですね。水道と男性の小便器と洋式トイレットペーパーもあります。自動で電気がついて非常に綺麗な雰囲気、綺麗な感じですね。お水もちゃんと出ますね。なるほど、
こちらは何でしょうか。あ、こちらは大きなね、これも自動で電気がついて多目的トイレといった感じでしょうね。ベビー用のね椅子なんかもありますけども、なるほど、電気が自動でつきましたね。なかなか新しい感じですね、建物自体の作りはね。そしてあれ、ということはこれは男女兼用ということでしょうか。反対側にも特に女性用といった感じではないですね。なるほど、男性用の小便器はありましたけども、男女兼用といったそんな感じですね。しかしこちらにねトイレありますけれども、テント張れるスペース自体はちょっと狭かったですね、印象としては。この辺り非常にね景色は最高なんですけどもね、この川を眺めながらという感じで、ちょっとでもこの辺りテント張れそうなスペースはないですね。なんか椅子でも持ってきてね、川を眺めながらコーヒーでも飲むとか、そういうぐらいはできそうですけどもね。なるほど、ここからもう向こうに行ってもないですね、テント張れそうな場所はね。あ、キノコのような焦げたようなねキノコ、毒キノコでしょうか。何やら見たことないようなね、すごい焦げたような茶色のねすごいよしたキノコがありますね。何でしょうかこの網は、謎です。カニが、可愛らしいカニがいますね。この川から上がってきたんでしょうかね。しかしここね、僕そこに車止めて、これ坂道、これ車が通れるようになってますけども、入っていいんでしょうかね。あ、でもここまで来たら、この中ぐらいだったらここぐらいまで車入ってこれちゃいますね。車高の低い車とかだったら無理ですけど、あ、そのまま川にダイブっていう感じになってますね。しかし、あ、微妙ですね。ちょっと下手したらこれ、ここからね、こう左にぐっと曲がるときにね、あのあたりでちょっとフロントを擦っちゃうかもしれませんね。まあ、ちょっと入らない方がいいですね、やはり。バイクとかだったら、あ、ここにもカニがいますね。バイクとかだったらね、入ってこれそうですけども、ちょっと大型バイクだとここをね、下ってきて左にグリッと、まあまあいけるか。オフロードバイクとかね、カブとかだったら難なくいけそうですけども、まあ大型バイクでも入れるっちゃ入れるのか。入っていいのかどうかちょっと別問題ですけどもね。しかしトイレはありますけども、炊事場はないですね。さすがに風景林っていうことで、キャンプ場という記載がどこにもなかったんでね、キャンプをしていいのかどうなのかちょっと微妙ですね。あ、すごい、こちら土佐の名水40銭って書いてますね。茎の森の水、なるほど。あ、そんな感じで、おそらくねここに水を汲みに来られる方もいるんじゃないでしょうかね。ちょっともうちょっと向こう行ってもないんでしょうかね。あ、茎の森風景林って書かれてる、これ石碑とね大きなこれありますけども、2001年の森、木の森山風景林、こちらね2001年、平成13年にこの森林を旧、これ何て読むんでしょうか、大正町2001年の森として購入し、人々の憩いの場として位置づけましたって書いてますね。いろんなね木がね金剛林のモデル林として保護育成するっていうふうに書いてますね。まあ、こちらねキャンプや川遊びが楽しめますって書いてますね。こちらキャンプと記載されてます、やはり。なるほど、そういうことですね。憩いの場、そしてキャンプなんかも OK ということのようですね、やはり。これいい情報ですね。やはりキャンプ場として使用して間違いないようです。あ、これでもずっとね、まだ向こうあるかなと思ったけど、これ歩いていくと遠そうですね。車で渡ってみますか。向こうの方ちょっと見に行ってみましょうかね。まあそんなにね、キャンプした雰囲気ではないですけれどもね、キャンプ場っていう感じではないですけれども、キャンプもね、OK の憩いの場ということでね、綺麗なトイレと、一応ねトイレの水道の水は出たんでね、で目の前川とかも流れててね、この辺りで、まあテントの数はねそんなに張れませんけども、こういうね空いてる平日なんかね、バイク旅の方、車中泊の旅の方なんかでもね、無料で使えるねトイレがあるスペースということでね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、車をこの辺りに止めて道具を運ぶか、まあ、そこにもね止めれそうなスペースありますけども、ちょっと中まで入っていくのはね危険を伴うんでやめておいた方がいいかもしれませんね。そもそも中に車を乗り入れしていいかどうかっていうのがねわからないんで、まあ、この辺りに止めるのが無難でしょうかね。現在地、あ、ずっと行ってもそうですね、川を右手に行くと次は7番という、こういう感じでずっとね、なるほど、同じようなね、なんとか淵、なんとか淵とか、なんとか瀬とかね、
なるほどですね。まあキャンプ場のような開けた場所っていう平地がね広がるっていう雰囲気ではなさそうですね。川沿いのちょっとしたスペースにテント張る、まあここぐらいでしょうね。トイレがあるんでね、この先はひょっとしたら行ってもないかもしれませんね。キャンプできそうな場所はもうここから見たね、先ほど言ったこの砂利のこのスペース、トイレのすぐ付近のねこの辺りまでっていう感じでしょうかね。さあ現在地四国高知県のねここなんですけども、南の方に下ったね四万十川のキャンプ場の方にね向かおうと思うんですけども、その前にちょっとねこの辺りもうちょっと先の方見てみましょうかね。せっかくなんでひょっとしたらねテント張れるようなスペースがあるかもしれないんでね。でここねそこにね名水があるんでね、水事場はないですけどもそこの名水を汲んでね、まあ、水事場代わりじゃないですけどもね、ああカニがいましたね道路に。やっぱり危ない踏むとこでしたけども、あやはりこちら、ああもうこの辺まで来てもないですねテント張れそうなスペースは。断崖絶壁といった感じでしょうか。ああさらに道が険しくなってきましたね。これすごいクレーンですね。いや本当にねご苦労様ですよ。こういう山道もねこういう工事してくださる方がいるから走れるんでね、本当日本一周しててねつくづく思うんですよね。この日本の道路のね素晴らしさありがたいですね本当に。海外の動画見てたらねやはり日本のようにねほとんどがこんなアスファルトで舗装された路面っていうわけではないですからね。悪路悪路、オフロードオフロードみたいなところね走って旅してる動画僕よく見るんですけど、日本は本当ねその点恵まれてると思いますね。僕だってね日本一周今年でね4周目になるんですけどもね、まあ、ほぼほぼ 90% 以上がねこういう山の中でもねアスファルトの路面、まああのデコボコねガタガタしてたりとか山の中でもね落ち葉がいっぱい落ちてたりとかそういうのはありますけど、アスファルトで舗装された路面を走ってることがまあ 95% ぐらいっていう印象ですかね。ごくたまにね今日の午前中のようなああいう砂利道とか走りますけども、まあ、ああいう道を走ることになるのはね確率としてはもう 5% ぐらいのね体感では印象ですけどもね。だからね僕以前バイクでね日本一周するには別にオフロードじゃなくてもう大型バイク自分の好きなバイクでいいっていう風にねいう動画撮ったんですけども、日本はねほんと道路がしっかり整備されてるんでね、大型のオンロードバイクでね日本一周旅しててもね全く困ることほとんどないですからね。さあ雨も上がりましたね。高知県はなんとなくね車が少ない印象ですね。昨日泊まったキャンプ場でもね全然人来ませんでしたからね、なんとなくね人口が少ないような印象を受けますけども、どうなんでしょうかね。すごくねのどかで僕は高知県好きですね。山と川、四万十川キャンプ場の手前にね中村温泉っていうのがあるんですけども、去年行きましたけどもね、そこで先にねお風呂入ってからねキャンプ場の方、あとスーパーでね食材を買ってからねキャンプ場の方を向かいたいと思います。ここのね手羽先山竹さん、去年ね GSR で来た時にねここでね手羽先焼き鳥とかねおごってもらったんですよね。ここで知り合ったおじさんに元気にしてるかな。さあお風呂に行きたいと思います。中村温泉今日はやってるんでしょうか。中村温泉パーキング7、8、10、11、12、目的地は左側です。いやさっぱりしました。現在地四国高知県のね四万十市ですね、この辺りなんですけどもね、ここからね本当は北西の方角に行ったねすぐ 2,3 分のところにスーパーがあったんですけどね、今行こうと思ったら閉業ってなってたんですよね。潰れちゃったみたいで、丸中中村一条店だったかな、閉業しちゃったみたいでね。でもここからね6分のところにもう一つ別の丸中があるみたいなんで、そちらの方にね向かいたいと思います。ここから 2.4 キロ、6分ですね。まさかのスーパー丸中が閉業とはねちょっとびっくりですね。さあスーパーで晩ご飯の食材を買います。右方向です。続いて左方向です。左方向です。
続いて道なりです。道なりです。あ、右手天然うなぎって書いてますね。四万十はね、四万十のうなぎっていうのが有名みたいなんですよね。ここをね、右に行ったあたりにね、スーパーがあったんですけどね。いやー、もうあれから1年か。あっという間のような気がしますけどもね。ここがね、四万十川の橋なんですけども、このね、こっち側にね、四万十川キャンプ場があります。去年はもうここからね、僕の張ったテントが見えてたんですけどもね、あ、向こう岸ですね。こちらね、見えておりますのが四万十川です。四国、高知県のね、大きな川ですね、やはり。このね、四万十川キャンプ場はね、無料のキャンプ場ということでね、バイク旅なんかでも利用しやすいですね。予約とかも必要ないんでね。まずはね、スーパーに向かいます。あ、ここも駐車場、なんかキャンピングカーなんか止まってますね。この駐車場は夜になって夜間閉まったりとかしないんでしょうかね。大阪のね、淀川なんかはね、こういう駐車場たくさんあるんですけどもね、ゲートがね、夕方5時とかになっちゃうと閉まるんですよね。で、出れなくなっちゃうんでね。さあ、スーパー丸中四万十店ですかね、到着しました。今日はね、僕ホイコーローが好きなんですけどもね、ホイコーローを作ろうと思ってるんですけどもね、このね、具材がね、長ネギ1/2本、これね、ネギ、これがね、青ネギっていうみたいですね。このね、青い部分がたくさんあるやつ、僕知らなかったんですね。これがね、白ネギ1本。ほんとね、料理しないで知らなかったんですけどもね、長ネギと呼ばれるネギは白ネギと一緒です。白ネギは名前の通り青い部分よりも白い部分が多いネギですっていうことでね、これですね、これが白ネギってことですね。白い部分が多いやつ、これが青ネギですね。ほんと僕何にも知らなかったんでね、細い方のね、青ネギのイメージしかなかったですけども、こういう頃ではこっちを使うみたいですね。太いですね、随分ね。この夕暮れ時の四万十川、これね、右手に四万十川と赤い橋が見えてますけどもね、あの赤い橋のね、向こう側がキャンプ場ですね。1年ぶりに、ちょうど去年のね、4月今ぐらいの時期でしょうかね。去年はバイクで来たんですけどもね。あ、ここも結構車止まってますね。増えてますね、なんか車が。さあ、去年初めて来た時はね、キャンプ場どこかちょっと分かりにくかったんですけども、もう今年ね、2回目なんでね、このね、斜めのね、ここを上がっていきます。初めて来る方はね、ちょっとここが本当にキャンプ場なのかどうかっていうね、そしてここをね、鋭角に曲がるんですよね、ぐるりんと。そしてここを降りていきます。どこもね、看板らしきものも出てないんですよね、キャンプ場っていう。最初ね、初めて来た時は本当に合ってるのかなと思ったんですけど、こっちなんですよ。ここをずっと降りていきます。キャンプ場っていうね、看板でも立ててくれてたらね、分かりやすいんですけども。で、ここをね、右に入っていきます。もうこの右に曲がってすぐこの辺りからね、去年はテント張ってる人いましたけどもね、この右手のね、この辺り、車の乗り入れはね、芝生のところはダメなんですけども、この辺のね、際に車を止めてテント張ってらっしゃる方いましたね。この辺りも、この辺りテント見えませんね。今日はね、平日水曜日ということで、まあ午前中雨も降ってたんでね。で、あそこね、トイレが見えますね。これ右手ね、ちょっとゴルフのね、ゴルフ場のような感じで、こう起伏が激しいね、うねうねした感じになっててね、まあでも平らなところもあるんでね、去年僕はね、この辺りにテント張りましたね、このテーブルと椅子のね。で、そこにね、水道があるんですよね。あ、キャンピングカーなんか止まってますね。でね、ここはね、こういう遊歩道のような感じになってね、車がこうぐるりとね、入っていけるんですよね。で、この辺右手、もうこの辺はね、テーブルと椅子ありますけども、テントサイトですね。で、こちらがお手洗い、トイレですね。ちゃんと男女別に分かれてまして、去年来た時はもうこの辺りもたくさんね、車止まってましたけども。さあ、キャンピングカーなんかが止まってますね。こっち
もねテーブルと椅子がありますけども、水道はあ、ここもテーブルと椅子ありますね。さあここがトイレですね。トイレのね横ここにもね水道ありましたね。こちら水道、お水出ますね。こことねあっちにも水道あるんですけどもね。さあトイレはこっちが和式で、これ男女別っていうわけではなさそう。あ、これは小便器とこっちは和式と、あ、ちゃんとトイレットペーパーがありますね。こちらね近隣のトイレ案内ということでね、こちら四万十川キャンプ場、今ここなんですけども、キャンプ場からね550メートルぐらいのところに行けば水洗式のトイレもあるようですね。ちょっと離れますけどもね、ここのトイレが嫌だったら水洗式が良かったらちょっと行けばあるっていうことですね。さあ本日はねホイコーロー、僕ねホイコーロー大好きなんですよね。今日はホイコーローを作りたいと思います。まずはねご飯を炊いていきたいと思います。そして本日のね用意したものが、こちらオリーブオイルと、ホイコーローの素ですね。あと長ネギとピーマンとキャベツと豚肉ですね。僕はね本当にね料理ど素人なんでね、まずはピーマンの切り方から調べたいと思います。ピーマンの乱切り、縦半分に切って種と綿を取り除く。ピーマンを横にして斜め45度の角度で包丁を入れて切る。反対の方向に斜め45度に包丁を入れて切る。なるほどなるほど、斜めにザクザクと。これがピーマンの乱切りということですね。まずは縦半分にぶった切って種と綿を取り除くって、あとはもうザクザクと斜めに切っていくっていう感じですね。長ネギの切り方もね全くわからないんで調べてみます。根元を切り落とす。端から斜めに包丁を入れ、角度を変えずに一定の厚さに切る。根元どれぐらい切り落とすんでしょうか。あ、根元はちょびっとだけのようですね。ちょびっとだけから、あとはもう斜めに包丁を入れていくだけと。なるほど。先っぽの緑の方は使わないんでしょうかね。これで切り方マスターしました、私。さあ、まずはピーマン。まずは、ザクッといっちゃいますと。種と綿を取り除くっていうことですけども、あ、これのことですね。つぶつぶの種のようなやつ、これを取り除くと、そういうことのようですね。さあ皆さんどうなんでしょうか。料理をねあまりされない方も、僕のね動画を見てくれてる方いらっしゃると思うんですけども、料理もね意外とやってみるとね楽しいんでね、これで斜め45度にザクザクとこう切っていく。今度はこっちと、こういう感じですね。なるほど。ね、ピーマン4つもあるんでね2つ使いましょうか、せっかくなんでね。ズドンと。でこれがピーマンの種なんですかね、まあ、ピーマンの種って書いてたんで種なんでしょうけど、この真ん中の種を植えるとひょっとしたらピーマンが育つんでしょうかね。どうなんでしょうか。さあ続きましてキャベツですね。キャベツはねこちら芯をね落とします。キャベツは何度か切ったことがあるんでね、この芯は捨てます。ザクザクとザク切りにします。さあ続きましてこちら長ネギですね、まあ、長ネギと白ネギは同じことらしいんですけどもね。あ、これね袋から出しただけでもねすごいネギのいい香りがしますね。長ネギすごいですね。もう出しただけで美味しそうっていうね。ちょっと先ほども冷蔵庫に入れるのに変曲げちゃいましたけども、根元を切り落とすって書いてますけども、ちょびっとだけのようですね。これぐらいでしたよね。あとはね斜めに切っていくと、こんな感じでしょうかね。あ、すごいいい香りがしますね。ネギのちょっと玉ねぎのような感じがしますね。長ネギはね、まあ、玉ねぎもネギというあれで仲間なんでしょうかね。あれ、この辺りまで行くともう食べれないんでしょうか、ひょっとすると。この辺はどうなんでしょうかね。でもこれ食べれそうですけどもね。あら、なんだかこの辺りは雰囲気が変わってきましたよ。こっちの方はどうするんでしょうかね。この、あまり食べないもんなんでしょうかね。ちょっと一応切るだけ切って、明日のお昼ご飯に何か炒め物して食べちゃいましょうか。まずはキャベツとね、ピーマンをね、炒めるようですね。
まあ、要は火が通りにくい食材から炒めるといったそういう感じでしょうか。さあというわけで先ほどのねキャベツとピーマンを炒めていきます。あ、緑がいいですね。僕ねいつも動画でね視聴者さんに野菜ももっと食べるようにっていう風にねよく注意されるんでね、どうですか、野菜たっぷりですよ、緑緑。さあキャベツとピーマンに火が通ったら一旦お皿に移します。もう一度油をね少々入れまして、豚肉と長ネギの順で入れていくそうですね。豚肉一気に全部入れちゃいます。順番っていうことはどうなんでしょうか、どのタイミングで入れるべきなんでしょうか。もう投入してもいいんでしょうかね。もう投入しましょうか。さあ長ネギいってらっしゃい。さあ長ネギと豚肉、さあネギのねすごくねいい香りがします。玉ねぎのようなねツンとくるような匂いが鼻に来てますね今ね。そしてお肉もいい感じでね色が変わってきました。さあこれでね火が通りましたら一旦火を止めまして、キャベツとピーマンを戻し本品1回分を加えて混ぜ合わせる、再度火をつけ全体を炒め合わせて出来上がりと。なるほど、これ3、4人分って書いてたんで量が多かったかもしれません、ね、ひょっとするとこちらホイコーローの素、これ3、4人分って書いてましたよね。そういえばこのレシピ玉ねぎとかの量も3、4人分ってことなんでしょうかね。うわすごい濃いのが出てきましたね。さあそれではねご飯と一緒にいただきたいと思います。ではホイコーローいただきます。うん、美味しいです。桜バージョンいただきたいと思います。もう桜もね散ってしまった感じですけどもね、この辺りはまだ北の方に行くとねこれから桜前線かもしれませんけどもね、いただきます。あ久しぶりのビールですね。